やばい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 ,やばいマジで はい、皆さん、こんにちは。トょっとね、本日は配えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いしまーすで。前回からね、野谷さん、そして朝日、まあ、ここら辺がね、がっつり登場してくる回になったんですが、また今後のことでね、気になる点とか、これからのスケジュール気になる点であったんで、ここでちょっとまとめてみたいと思います。前回ね、顧、ま、問、あの先生がまあ頑張ってくれたおかげで、まあ、ゴーデンウィーク合宿でね、まあ、最終日に猫マって呼ばれるとこうとね、まあ、試合になるよってお話になったんですけども、まあ、その猫に関しては、まあ、カラスとね、まあ、かなりの あるまあ、そういう相手となっていまして、選手同士だけではなく、その顧問のね。まあ、因縁みたいなのがどうやらあるらしくて。ただその顧問はね。まあ、今、あのメガネのま先生がやっているんですが、まあ、どうやらあの坂の下商店にいるね。金髪のキャラクター。まあ、あの人がまうかいさんの孫ということで、普通に考えれば孫だったら別にその猫魔との戦い。そんな因縁もないでしょ？って思うところなんですが、まあ、どうやらあの先生のね。発言を聞いてるとあの。 とは何かかねやっぱあるのかなとで、これによって、うまくこの合宿の方にね、この孫、うかいさん、まあ、この人をね、呼び出せることができるんであれば、今徐々にね、まあ、戦力集まっていますが、さらにこの合宿でね、まあ、レベルの底上げ行われるんじゃないかなと思っています。最終日の練習試合に関しては、まあ、野安さんは朝日くんがいないとまあ出ないよってことなんですけども、こうなってくると、この最終日の練習試合に野安さん、そして朝日が出るところも見たいというわけで、まあ前回 戦ってた相手で及川くんっていうのが遅れてきたこともあったんですけどもまあそのような感じでこのカラスノにおいてもこの朝日くんがその練習試合遅れてくるみたいな展開でそれによって野安さんもね、まあ、同時に試合に出れるみたいなそんな熱いね展開ちょっと期待していますでそれが起きればまあ前回ちょっと日向があがチームなのにみたいなね自分たちの身内の心配していたんだけども少しはねちょっとまとまりが出てくるんじゃないかなただ以前この朝日くんね、まあ相手に潰 されたってお話だったんだけどもまだったらなんで禁止処分だったのっていうのもあってさまだそこら辺のね謎とかは残ってるんですけどねあとまとまっていくってなった場合はやっぱあのツッキーのねちょっとやる気のなさあれに関しても何かあるんじゃないかなと思うしじゃみんな集まったからすぐにねみんな仲良くなるってこともないとは思うんですけども、まあ、僕的にはねまず全員がね一度に揃うことこれが叶うのをね目標に見ていきたいなと思いますえそして今回ねもう見てる方気づいてると思うんですけどもまあ、視聴者の方からねこう カラスのジャージを差し入れていただきました。まあ、背中の方にもね、カラスの高校ハイキューブって入っておりまして、これを着てね、まあ、全力でカラスのメンバー、まあ、応援していければなと思っています。ひなさんね、差し入れいただきありがとうございました。えー、大事に着ていきたいと思いますさあ。それでは早速本編ね、ゴールデンウィーク合宿、これが始まるのかどうか、ちょっとそこもわかんないですが、まあ、どんな展開にしてもね、楽しく見ていきます。えー、皆さんもお役立したもの、もしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内さました。本編スタートです。 321さあこれは合宿かあ朝日くんが来たところだねもう捕まえて誰かねえ覗いてるよもうそのまま入れちゃい入れちゃい体育館にもう未練タラタラだったじゃんこのひなたのさやりたい気持ちあるんでしょ誰か来ないか ねえ。早く、早く気づいてよ。ねえ。あ、何うん。あ、猫とやりたいの。あ、キャプテン大津さんいや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 、逃げんな逃げんな。いや、ねえ、そっから行けるのになんでそこに足かけてんのね朝日くんかわいいわ <laughs>。うん。 うん。ってことは、このキャプテンは、もうあれなんだ。やってない世代なんだね。試合を。いや、だからちょっとダサいんだって。ゴミ捨てばって。うん、上がっちゃえ。上がっちゃえ。いや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 、もう合わせてよ。うん。 <laughs> ちょっとキャプテン <laughs> ね<え笑>それはねもう少しねうんむしろやりたがってるよ俺はあの3人でやるのが見たいんだよ逆にあの3人でやるってなるとね今度レギュラー争い誰が落とされちゃうかっていうのもあるけどうん いや、絶対好き。もう、ここに来てる時点で。ひなたくん。いや、ひなたくんの存在でかいよね、やっぱ。ここに来て。ああやって動いてくれたりさ。何 <laughs> なんだったんだ、あいつさ。まあ、あれもあれだね。まあ、愛情の表現だね、一種の。いや。 もう、朝日くんなんとか合宿、最初から参加してくれるくらいになったらいいのにな。さっきね、まあ冒頭ではこの練習試合ね、最後に、まあなんとかその試合の途中くらいに来てくれればって言ったけど、なんかもう、今から来ちゃってって感じ。で、合宿も一緒にやって、試合も最初からこのフルメンバーでさ、 出てもらえたらいいんだけどね。いやけどさっきも言ったけどさ、6人じゃん。バレーボールのレギュラー。これで野谷さんと、朝日くんが入ってきたら、ツッキーかけ、いやいや、全然あれだよね。余っちゃうよね。えー、そしたらそしたであれだな。 大変だなぁ。いや、今ですら、まあ縁の下くんとか、いろいろね、まあレギュラーでや、頑張ってる人もいるんだけど、その人たち、プラス、メインの、この子たちの中からもさ、試合出れない子出てくるわけじゃん。いや、だから戻って、うーん、いやいや、けど戻ってきて欲しいわな。<laughs> さあ、これで、どうなるかだわ、今回。合宿になるのか、なるないのああ 坂の下、衛星のトス。衛星のトス。うん。この孫は孫だから、やっぱ、ウカイくんで、ウカイさんでいいのかな <laughs> いや、怖い、怖い。なになに、その、いなかったら、また、そういうことだね。うん。 ああ、やってるんだ。戦士として現役なんだね。えあの体育館にん卒業生この人も。うん。え大事にしたいのかそれを。 ああ。じゃあ、めちゃくちゃこう、敬ってるんじゃん。<laughs> ツッコミが <laughs> うん。んじゃあ、そんなにあれだね。やばい理由があるわけじゃないね。ああ、来た猫。いや、どううずいちゃんじゃないうん。猫また。 え、猫まで猫股ってすごいね、名前の。はあ、そういうことなんだ。ってことは、おじいちゃんに習ってたんだね、きっと。うん。ますますあれじゃないこれ。はあ、映ってないけど。<laughs> 田中先輩みたいじゃん。<laughs> うかいさん。 うん。いや、やってる、やってる、やってるよ、先生。え煽ってる煽るああ、もう、ドストレートすぎたえ今、なんつったいや <laughs> いやいやいや、変わったじゃん。煽ってんのかとか言ってて。ああ、先生、嬉しそう。 やりましたね。もう3個の例だわな。んたっつんとっつんじゃなくてたっつん誰タたっつんって。<laughs> またあれか、サポートしてくる人が出てくんのかな合宿とかに。うん。ああ。ブロックフォロー。ああ。 うん。いやけどこれさ、拾うってさ、時々こう指をこう入れるわけじゃん。それってさ、もうボロボロになるよね、体。だってボールと床の間にこう入れて、こう弾かせんでしょもう毎回挟んでるようなもんじゃん。すごいよね、だからリベロ。きたーきたーいやみんな何その反応驚き 愉快って名前にいやけど加賀山君的には嬉しいんじゃない孫でもえ限定なのうーんシャツうんあ分かってなかったんだみんなそれあっとちゃったいやそれよそういうことか ゲームええああそういうこと <laughs> いや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 まさかの合宿前に一試合あ朝日さんうんでも潰された以外に野安さんと一緒でやっぱこの子もなんかあんのかな あ、さっきのあれたっつぁんん過去のあれかなチームメンバーとかなのかなあれあ、これがもしかしてそうなのおー !OB 臭いねえあ、やっぱり OB だ <laughs> いや、これは強いんじゃないあ、これが超大会なんだよ 電話してたいたい俺を、あえて OB だと思ったけど。いや、けど懐かしいって言ってるからやっぱ OB だよね。いやー、これ強いよきっと。で、出るのかいうかいさんも。ああ、そうか、やらないのか、試合になると。猫だけじゃなく。 いやあ、朝日くん待ちなんですよ。あーけどどうかな相手だったら、ダメどっちえオッケーってことん来たのあいえ <laughs> かわいいなーもう。ひなたくんは。ああ、事情知らないから。 あこのまんま勢いであれだよ。きっとやらされちゃうよ。<laughs> 逆に功を奏した。何も知らないのが。いや、どうなの来たよね。来るよし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 し。いやー、こういうのでいいんだよ。こういう些細なきっかけで。やろうぜ、やろうぜ。大器晩成今回は。え、てか、何、何枚持ってんのシャツ。 うん。ああ、そうか、実力を測るためにはね。いやーけど、朝、いやいやいや、ちょっと待って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 。ああ、けど、まあ、野安さんがあっちに入るなら、ここはあれか。まあ、菅さんがそっちでも。うん、けど、ここは争いはちゃんとしようね。いつか。うん。 だからやっぱ被ってるこのセッター争いは間違いなく出てくるよね。これから。うん。あれけどこれ、菅さんがこっち行ったらあれだ。この3人でやるんだ。うーん。 いや、この三人でちょっと乗り越えようぜ。ねえ。OK! いや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 、そうだ。練習試合前にまさかの、この三人が。いやいやいや、もう、あれだ予想より早い。<laughs> うん、来た。いや、これで揃ったって言っていいのかなねえ。 とりあえずって感じだよねごめんなさいちょっと花粉症で <laughs> いやーどうかな強そうじゃねいやーちょっと菅さんといい朝日さんといいもう野安さんもだけど楽しみだええ <laughs> 行くのああボールをおお,おいった2人とも驚いてる <laughs> あ一 !1 対1かびっくりした !11 対1かと思った一瞬うんいや最初から合わせるのって結構大変そうだけどね。うん <laughs> かわいいキャプテン <laughs>。うわなんかこの音楽といいさ、いいねなんかのびのびとした感じで。 うん。菅さん。いや、菅さんは前からずっとかっこいいけどね。いや、野谷さんもかっこいいからな。うん。でも、みんながさ、 こういうふうに考えたりしてて優しい。いやいやけど、その気持ちがあるだけやっぱ素晴らしいよ、あなたも。いや、決めるとこ見たいな、こうなると。ありがとうその気持ちがあってくれて嬉しい。 ああ、ひなたのだ。王様とね、コンビ。<laughs> どうよどうよみたいな、うちの若い子たちは。うん。いやあ、ひなた、まんざらでもないなって今、分かったんだろうね。ああ。 これ、トラウマみたいになってるっぽいから、まずこれ乗り越えなきゃか。朝日さんは。あ、今、相手の学校の名前何だったかなこれ、ゆくゆく出てきそうだよね、また。伊達の鉄壁。あ伊達っていう学校うん。 うん。いや、けど今度は、日向もいるし、おとり役って前回言ってたけど、それがあればさ、この試合展開だって変わってただろうね。うんでそういうの見て、キャプテンが言ったんだろうけど、映るのか 映らないあモップここだ今回は全力疾走。うーん あ,あ、こんなのがあったんだね。言い合いになっちゃうみたいな。うーん。野谷さん的にはね、もう大好きな先輩からこんな、ああ折れた。うーん。 やば、なんか <laughs>。うるっとくる、こういうの。うん。もう気持ちで分けてほしくないよね。ああ、いっちゃった。このモップを追ったからあれなのかな謹慎処分になっちゃったのかな殴り合いとかは別になってないじゃん うーんああ結構のやしさんはあれだねあれいろいろあったけどコートに今戻ってきてほしくてこういう説得してたんだうーんああこれだきっとこれなんかあるんだあれ教頭でしょ ほら、あーこれだよきっとああずれてるけど <laughs> ちょっとカツラここで決めたら決めたら変わりそうだね何かがまた。 うーん。やべえ。やべえ。熱い。え、ちょっと待って。すげえ揺れてんだけど。え、ちょいちょいちょい。おいおい、撮影中に地震何回目だよ。うわ、長っ。え結構揺れてる。うーん、ちょっと集中させてくれ。 大丈夫そうだ。ゲスト頼む,頼むうん。いや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 、朝日でしょここは。来る来るえ <laughs> 待って待って。なんで田中先ん <laughs> ちょっとビビってんじゃん。そんだけすごい威力なんだろうな。けどそれをまた止めたってことは、あの、伊達ってとこやばいね。行け行け行け見せてくれあ うん。けどちょっとあれか、今回は。あ、けどそれをき <laughs> 来た <laughs> 入れました何度だって拾ってくれるわけだね、失敗しても。うーん。わ <laughs> かる気持ちめっちゃわかる。で、それを今度はどうなんだ菅さんか うわ <laughs> やべえあっうわーやばーうん朝陽くんにあげようえへへへ影山くんやば

うおやばい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 やばおおマジで <laughs> こんなえ、ちょっと待っ,て、ね、待って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 うわ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 う ちどこが震源だろういやめ、めっちゃいいとこだったね。ごめんね。いや、まだ揺れてんだよね。いやいや、行こう行こう。もうしたこっちゃない地震なんて。<laughs> 震度5くなったけど。いや、すごいけど。感覚がおかしくなってる。<laughs> うわー、もうもうめっちゃいいとこだったのに。いや、撮り直しはできないんで。 またもう一回見ます。すいません。いやすごいな。うーん。田中先輩泣いてるじゃん。もう何度だってね。 いやー決めて、決めて。あー <laughs> あ、ははははは。ああ、来た入ったべ。いやあ、んなボールが変わるってすごいじゃん。いやあ、お帰りなさいだね。いやーもう、もっと多分泣けたと思う。今んとこ、うわあ。 タイミング悪ぅ。マジでもうなんなのいや、すごい良かったよ。朝日さんが戻ってきてくれて。で、それをまた信じてさ、もうあの、拾うっていうね。あの、野屋さんが最高だったね。で、そこからのパスを、菅さんが迷ってるところで、まさかのさ、 影山くんが、もう、朝日さんにみたいな感じで、お前、めっちゃ憎いなぁ。で、そっからもう本当にね、今歌詞で何回みたいなあったけど、いやー本当になんかこれでさ、練習時代の前に全員揃ったね。ゴールデンウィーク合宿今回やらなかったけど、この合宿には、 もうこの、うかいさんもいて、さらには、朝日ものやすさんも、万全のね、状態で、臨んでくれるっていうか、そういう感じになりそうですね。で、ある程度ほんとチームで一致団結して、この猫との戦いには臨めるんじゃないかな。そしたら、かなりいい感じの試合になりそうじゃないあ、次回予告。 うん。田中先輩確かにめっちゃ泣いてたもんね。<laughs> <laughs> 鼻水 <laughs>、鼻水はこっから出ないだろう。う憧れ。うん。 もうあれかな合宿は始まってんのかなはい。というわけで結構ね、撮影中にでかい地震がありまして、震度4以上あったと思うんだけども、まあこれ終わった後、まあ改めてね、震源地とか確認はしたいんですが、まあ皆さんがね、無事であればなと思います。そして逆にね、それによって、ちょっとね、リアクションの方、こっちでもね、いろいろやってたら、もう本当にちょっと外出た方がいいのかって迷った部分もあってさ、お話がね、一番いいところだったらに、ね、集中できなくなってしまい、本当すいませんでした。かといってちょっと撮り直すわけにもいかないので、えー、ぜひね、今回は ご容赦ください、えー、というわけでねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ